サギノーベイは、アメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ級航空母艦の28番艦。艦名は、ディクショナリー・オブ・アメリカン・ネイバル・ファイティング・シップスでは、アラスカ州、アレキサンダー諸島のクイウ島にある入リ江の名にちなんで、命名されたとあるが、実際には、ヒューロン湖のミシガン州側にある、サギノー湾にちなんで命名された。サギノーベイは1943年11月1日に、 ワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で寄港する。1944年1月19日に、ワードエル・ビッカリー・プジンによって浸水し、1944年3月2日に、オレゴン州アストリアで海軍に引き渡され、同日フランク・シー・サットン艦長の指揮下収益する。サンディエゴ近海での完熟訓練の後、詐欺の欧米は、ハワイ方面へ航空機とパイロットを輸送するため、 4月15日に出港した。4月21日に新珠湾に到着して物件を下ろし代わりに破損した航空機を乗せて荒目田に戻った。5月から6月前半にかけてサンディエゴにおいてパイロットの資格取得訓練に従事後、新珠湾への2度目の輸送任務で出港して7月5日に到着した。詐欺のオベは7月9日に航空機輸送任務で 真珠湾を出港し、エニウェトク干渉とマジュロに寄港した。8月に入って、護衛空母部隊の帰還となり、来るペリリューの戦いに備えて、ソロモン諸島に進出。ペリリュー及び、アンガウルの戦いでは、空中援護を提供した。作戦を終えて、マヌストゼゼアドラー湾に帰島した、サギノウベは、トーマス・エルスプレーグ少将率いる。 第77.4一任務軍に加わり、10月20日からのレーテ島の戦いでは、レーテ湾南東海面を紹介した。10月24日、日本艦隊の動きも少しずつ入ってくる中、サギノ欧米は航空機交換のため、シェナンゴと共に第77.4一任務軍を離れ、モロタイ島に向かった。このため、サギノ欧米とシェナンゴは、 レイテき海戦には参加できなかったが、10月25日朝に、第77.41任務軍に突入してきた、神風特別攻撃隊の最初の洗礼を受けなかった。交換を終えた後、詐欺の欧米は10月28日に、マヌス島で第77.41任務軍に合流した。11月10日、ゼイアドラー湾に停泊中の旧兵艦マウントフットが、 大爆発を起こして、コッパ未人となった時、詐欺の欧米は爆風によって勝破。また、マウントフットの爆発で、あらゆる方角に吹き飛ばされた乗員を救助していった。詐欺の欧米は、ルソン島の戦いに備えた訓練に参加し、1945年1月2日から21日に、かけて上陸部隊に付随して、リンガエン湾ン上陸を支援した。 苦しい干渉に帰還した後、伊王島の戦いのための訓練を経て、2月19日の上陸を支援。3月11日まで支援を継続し、3月25日からは沖縄戦の前哨戦に参加した。4月1日に沖縄島への上陸作戦が行われた後、4月29日にアメリカ本国への帰還命令が出るまで上陸部隊の支援を行った。 サギノーベは5月22日にサンディエゴに到着。修理を受けた後、8月に航空機輸送任務でグアムに向かい、任務終了後の8月20日にサンディエゴに戻った。8月の残りの期間をハワイ水域での訓練に充てた。サギノーベイは福音兵輸送のマジックカーペット作戦に参加し、9月14日にハワイを出港してフィリピン方面に向かった。 サマール島とサンペドロ湾で福音兵を乗せ、サンフランシスコに戻った。二度目の輸送では中条湾に向かい、任務終了後の1946年2月1日、サギノーベイは東海岸に向けて出港した。2月23日にボストン海軍交渉に到着したサギノーベイは6月19日に退役して、 大西洋予備役艦隊ボストングループに編入された。その後、1955年6月12日に K-78 に艦種変更された。詐欺ノオーベイは、1959年3月1日に除籍。同年11月27日にスクラップとして、ルイズ・サイモンズ社に売却された。詐欺ノオーベイは、第二次世界大戦の先行で5つの、 従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。